第65回よそこい祭り銀賞を受賞されました浜町花神楽の皆さんでございます。皆さん大きな拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いいたします。さあチームのコンセプトは土佐の花でございますね。はい、なぜか私の後ろになんかぬらりひょんのようについてる人がいますけども、はい、おかみ遊んでる場合ちゃいますよ本当に。はいさあチームのコンセプトは土佐の花ということでございます。11年前に料亭浜町復活を機によさこい祭りに大いに尽力を尽くした祖父の思いを継ぐべく結成したよさこいチーム浜町花神楽、今年で10周年を迎える節目の年になっております。よさこいの生みの親、そして料亭を母体にしたチームらしい土佐のよさこいの美にこだわり、土佐のお客に土佐の浜町花神楽の舞を皆様にご覧いただきたいと思います。だってずっと後ろについてあるからねどうしていいのかなと思いまして、はい、浜町のおかみ浜口美佐子さんでございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私は淀屋満月さんのことを師匠と呼んでおります。ありがとうございます。まだ目標達成していないですけど、そうですね、淀屋満月さん、はい、師匠の、はい、持ち芸の玉すだれ玉すだれを、ぜひ習って、はい、皆様の前でやりたいなと思ってるんですよ。いいですね。ぜひ、はい、もうこれこんなに前で皆様の前で言ったからには、はい、絶対やらないかんよね、はい、玉すだれ。そうですね。来年の、はい、来年の土佐のお客にはここで20人ぐらいの、はい、美女と、師匠で、はい、あさっては南京玉すだれをやるってことですね。これをねやりたいと思ってますので、もう有言実行で記録に残っていると思いますので、がぜんやる気が出てまいりました。ありがとうございます。ぜひ師匠取り寄せてください。はい、ただ今踊り子さんがこっち向いてポカンとしておりました。ああもう大丈夫でしょうか。来年知らんでひょっとしたら演舞の中にあさってとかいう掛け声が入る可能性もねなきにしもあらず。まあまあ楽しみにしております。はい、というわけでございまして、浜町花神楽の皆さんよろしくお願いいたします。素敵な紹介いただきまして誠にありがとうございました。満月さんは私の師匠、3年ぐらい前から師匠と呼ばせていただいてますが、まだ実行されていないので本当にやりたいなと思ってます。その暁には皆さんどうぞ土佐のお客で大きな拍手をいただきたいと思います。本日はですね、土佐のお客2019、こんなにたくさんの皆様に雨の中で見ていただけるっていうのに本当に感謝を込めてみんなで踊りたいと思ってます。ちびっこも頑張っております。私はよさこい、未来のよさこい人を育成するっていうことも浜町花神楽の中ではよさこいのルーツとなったっていうことも含めてですね、一生懸命頑張っておりますので、ぜひそういう演舞が皆様に今日伝わればいいなと思っております。さらしも雨の中でもやりますので、皆様さらしが舞った際には大きな拍手でよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました、浜町花神楽いくぜよ浜町よ浜町中平でございました。どうぞ皆様、あと8日間皆さんで土佐のお客、私たちも含めベロンベロンで楽しみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。浜町花神楽の皆さんでした。はい、浜町花神楽の皆さん、どうもありがとうございました。本当に素敵な可愛らしい子供さんから素敵な女性まで、本当にあでやかな踊りを見せていただきました。昨年の銀賞受賞チーム、浜町花神楽の皆さんでございました。ありがとうございました。それでは続き